わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は崇城大学芸術学部の4年生と院生が集大成を披露する場、卒業制作展を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。キャンパスを飛び出して熊本県立美術館の分館にやってきたぞ。学生生活を締めくくるみんなが輝ける場じゃ。では作品を見せてもらおう。私は大学に入ってから日本画を学び始めまして、盛り上げや日本画の銀箔や金箔などを使って描く作品に力を入れています。銀箔も貼るだけでなく硫黄で焼いたり盛り上げも削ったり試行錯誤しながら今では制作を続けています。まだまだちょっと日本画はこれからも描き続けたいなという思いがあるので、大学院に進学してもっと日本画の道を極めていけたらなと思っています。作品は普段観覧者の方が見られている状況っていうのを少し変えた形で表現したくて、実は反対側から観覧者の方も見られているっていう形を表現しています。作品の反対側からなんか誰かいるような雰囲気を出すことで、その見てる側も作品としてではなく、なんかどこか作者の存在を感じてもらえたらいいなって思っています。ふむふむ、心癒される、見事な絵だったの。次はどんな作品じゃ。私の作品は、実家の家業である、農業お米をテーマに1年間制作を行ってきました。この作品の、商品名であるホトメクについてなんですが、私の出身が、長崎県の諫早市というところ出身で、その諫早の、方言で、ホトメクが皆さんをおもてなしするという意味があります。この城島家のお米を使って皆さんをおもてなしして笑顔にできたらという思いを込めて今回1年間制作してまいりました。ここで学んだことを生かしてよりさらに制作会社でも力を尽くしていきたいと思います。私は人の記憶に残る漫画制作をしました。この漫画はですね、映画とアニメと小説からいろいろこう抜き取って、その要素がたくさん詰まった漫画を4本制作いたしました。愛しいお話と胸クソなお話と悲しいお話と、切ないお話になってます。この漫画どっかで見たことあるなみたいな感じの似たような漫画を見た時に私の作品を思い出していただけるととても嬉しいです。最後にそれぞれの学科の先生から前途有望な君たちへメッセージや。美術学科、いろんなコースがあるんですけれども、自分の十人十色、自分の個性をしっかりまず見つけて、でそれをしっかり作品化していく、やっと自分の本当スタートでもっともっといろんな展開ができると思うんです。ここがまず一つの原点、いろんな意味でですね、原点に、これを原点にしてもらっていろんな展開をしていってほしいと、心から願うものです。これから先も1日30分でもいいから、何か仕事をしながらでもいいですから、絵を描いたり物を作ったりすることをですね、大事にして、原点を大事にしながら、しっかり世界に貢献していってほしいと思います。コロナ禍の中、就職活動も、大変だったと思います。で制作にも、時間がかかったと思います。よく頑張ってくれたと、嬉しく思っております。デザインという世界は、自分の、なりたい、仕事、やりたいこと、いろんなことを、実現していける世界だと思います。ですので、社会に出たら、精一杯、自分の、思いを、ぶつけて、頑張っていただきたいと思います。崇城大学はこれからも芸術の道を目指す全ての若者たちを応援しておるぞ。